カスピ KP 乾杯ってところで、どうもカスピです。今回ですね、商品紹介、またやっていきたいと思います。それがこちら、じゃじゃん、鬼滅の刃マンチョコ4つ買ってきたよ。だいぶ遅いんだけど、これ今撮ってるのがね、12月の末なんだけど、一応、これ発売日が、2020年の11月の3日ってことで、約2ヶ月ぐらい前かな。どんだけ遅いんだよって話なんだけど、実はね、ちゃんとね、11月に買ってたんだよ。だけど、いつ動画アップしようかなと思ってて、悩んでて、他にもいろいろね、最近だったら、こう、20のチョコ、チョコじゃねえや、いちごケーキとかさ、ゲーム実況とかもやってるから、いろんな撮影とかしてて、結局ね、忘れてたんだよ、これ。で、今日、買い物行ってきたんだけど、食材のね。で、冷蔵庫開けるじゃん。そしたら、鬼滅の刃マンがあったから、あ、これやろうと思って、撮影します。まあ、言わずとね、知れた、鬼滅の刃だよね。もう、2020年はもう、激ヤバっていうか、もう激アチっていうか、もうね、名前知らないでしょ、いらない、あ、いらないだって、いないぐらいめちゃめちゃ知ってるもんね。で、まあ戻るんだけど、これ一応デザインがこう2種類あって、これ炭治郎と、禰豆子と、吾妻、善逸だったかな。難しいんだよ、名前が。普通の名前にしろ。で、煉獄さんと伊之助、このイノシシね。まあ、最近なんかこう、イケメンの顔、ね、こう、イノシシのこう仮面かわからんけど、脱いだキャラクターが出てきてるけど。で、これもね、僕とやっぱこの、女友達が大好きな、富岡義勇さんね。義勇さん。超イケメンでしょ？ってことで、前置き長くなっちゃうから、開けていく。じゃあ、一つ目。あ、これあれだね、ビックリマンとコラボをしてるやつなんだけど、まあ、やっぱね、シールが楽しみっていうかね、今回こう、全24種。で、エンボスメタルシール入りって書いてあるのね。さあ、何が出るのかな？何？甘露寺蜜璃。なんかこんなん出てきた。これ、甘露寺蜜璃？見えるかな？鬼殺隊の主軸となる柱の一人、恋柱。この鬼滅の刃ね、進められたんだけどね、アニメ1話からね、3話しか見てなくて。全然わかってないんだよ。キャラクターとかも。まあ、大体、ここに載ってるキャラクターは大体わかるんだけど、すいません、本当に。じゃあ2個目。何が出るかな？あ、この人あれじゃん。鱗滝、左近次。この人知ってるわ。なんかアニメで見た。だから初期の方に出てくるよね。この人。天狗のお面かぶった人。じゃあこのね、3つ目、4つ目は義勇さんの方で。さあ、何が出るかな？俺もよくわかんないけど、玄弥。この人もなんかね、ガチャやった時に見たことあるわ。玄弥。玄弥って言うんだね。じゃあ4つ目。さあ、何が出ますか？なんか知ってるやつが出ればいいかな。おお、これなんかいいやつじゃないの？なんか、吾妻善逸、スーパーゼース。これなんかよさげじゃん、これ、ほら。これいいやつじゃん、ほら。いいやつ。まあ、わかんないけど。なんか、でも、見た感じいい感じだよね。ビックリマンの、スーパーゼースとコラボしてるやつ。おお、これいいじゃん。やった。でね、実はね、本当にごめんなさいなんだけど、6個買ってきて、2つ、ちょっとね、甘いものが食べたくてね、先に食っちゃったんだよ。で、その時に、当たったシール、2つ紹介します。ちゃんと最初から6個開けろよって話だよね。なんかね、1つ目これ、何？ユーシロ？こんな人とか、あとね、品津川、サネミカ。なんか、この人もね、ガチャの時見たことある。はい。こんなん出てきました。合計6枚だけど、まあなんかあんまキャラクター知らないからね、
まあ、どれがいいかって言ったらやっぱこれかな、一番。なんか一番大当たりっぽい感じ。カズピチャンネル。甘露寺みつり。うろこ滝左近寺。玄野。吾妻善逸。湯城。品塚はさぬみ。はい、こんな感じとなっております。はい、ってことで、鬼滅の刃マン紹介してきました。まあ、冒頭でも言った通りね、もうほぼ2ヶ月弱ね、もう経ってるから、まあ今売ってないと思う。だからまあでもアマゾンとかね、もしかしたらメルカリとかでボックスとかでね、大人買いみたいな感じで売ってたりとかするかもしれないから、もし気になった人は、まあ、メルカリだったりアマゾン、チェックしてみてください。概要欄にアマゾンのリンク貼っておきますんで、そちらもチェックお願いします。また次回、バイバーイ。